さあ2点を追いかける長崎、亀川仕掛ける、亀川のクロス来たか、キーパー触ってこぼれたボール、プッシュ、1点返した、押し込んだ長谷川優。さあ1点返しました長崎です。いや亀川もよくあそこあのスピードで戻してきましたね、クロスを。次がゴールキーパー弾くのが中途半端になってしまいました。キャッチに行こうとしたのか瞬時に弾いたのか